イジェクト誰やお前。一人はやった。アルティメットいいです。ターンしてはぁ、ダメージ増くない？ゼレーゼレー、どうもスタミです。すいません、最近録画動画を全然投稿できてなくて申し訳ないです。すいません。で、前回の動画が確かトリニティフォースとエッセンスリーバーを積んだ CDR40% ベインだったので、今回はぶっ壊れベイン研究会パート2ということで、なんだっけ、あれだ、脅威ベインをやってみたいと思います。それではやっていきましょう。久しぶりの LOL、 待て、決めたいのここ。久しぶりのスタミジャパン LOL シェイ。はい、それではやっていきましょう。ベインですね。で、ビルド迷ってんだよな。めっちゃ迷っててさ、うーん、何がいいんだろう。前回も初手トリニティフォースなんだけど、はっきり言ってバーストを期待すんならそれこそトリニティフォース行った方がいい気がして、ヨウム剣とラスプレードは絶対どっかで積むんだけど、その初手よな、問題は。王剣とか行くのちゃうやん。もう今回のテーマとそれはもうかけ離れてるから、となると選択肢として一発目から脅威ってどうなんだろうっていう、わからん、どうしようかな。前回の動画と違うところはそのエッセンスリーバーに行かないところだ。それでどんだけ変わるのか。タンブルした後のダメージがギャッと出ればいいんだけどな。なんだ？ほほほー！めちゃめちゃイケイケやなこいつ。ということで、今回は前回と同じように、トリニティフォースに行くのですが、ファーストリコールはこんな感じかな。で、最近、配信でよく言われるんですけど、ベインの変更入ってから9上げだと思ってたんですけど、普通にダブル上げみたいです。で、まぁ、今回は、脅威ベインなんで9上げをしますね。プロビルドとかさ、いろんなビルドが試されて、トリニティフォースベインとかが主流になっちゃったりすんじゃねえかとか思ったんだけど、そんなことはなかったわ。別に。冷凍上げるための95のことみたいな、なんかそういうブログが出たんだけど、そこにさ、黄色トリンケットを2つスタックしてしまうプレイヤーは、ブロンズかシルバーが適正だみたいなこと考え書いてあって、俺よく余すんよね、ワード。やばいかもわからん。適性が低いかもわからんね。あーまずいわ、これですわ。適性がバレちゃう。ここ入ってる説ある、もうワンチャン。それ捕まんのかよ。センキュー、ナイスナイス。危なかった。ごめんごめん選手、迷惑かけるな。5 hours later。この猫俺に勝てるみたいな顔してるな。あいつ俺に勝てるみたいな顔してちょっと腹立ったな。あのエコ一発かましてやりたい。いい使い、いい使い。これ入るわ、これ入ります。壁ドンして、さあここからよ。はい、かっこいい。はい、かっこいい。あああやっとできた、やっと脅威アイテムが一つ完成した。長かった、本当に長かった。その心臓を倒したら結構お金もらえるんじゃない。850円もらえるよ。あいつ、あいつ高い。シン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 、レッツゴー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 。心臓心臓、なんかない、なんか CC ない。
はい、ダスク。オッケーオッケー。オッケー。エコーもいけるかな。いただき、ダブルキル。コアアイテムは完成。ヨウム剣が完成と。一応これはさ、前回も CDR40% だったらこっちも 40% なんだよね。ヨウム剣使って追う速度は前回よりも増してる可能性すらある。いいフラッシュ。そこからアルティメット。わあ、ザイラの動画みたいになってる。シャットダウン。ダメージ出てるこれ。ダメージ出てんのかな、俺には分からん。ダメージ出てる。どんどんいくよ。味方がタワーを破壊しました。ダブルキボツカモ。やだよボツカモだよこれ。敵を倒しました。ナイスナイスキル、ナイスキル。2キルにつなげていって。おっと ADC がいないんだけどな。やめてくれよ、やめてくれ。動画をボスにしないでくれ。はい、わかりました。わかったわかった。これトリフォいらん。違うわ、絶対活躍するぞマジで。さっきの全然普通のベイでよかったかな。普通のベイの方が絶対強かったわ。ミニオン出撃まであと30秒。おお、おお、別にこっち強いわけ。いやでもシェイリー強いか。ああ、来た来た来た。俺はフラッシュで置いてきた。いけ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 、必ず殺せ。いやー、ナイス。いいね、ジャンナのハラストの好きよ。そう、アリスと相手レベル1でどんだけいじめるか。レベル2になる前にたくさん殴っておきましょう。はい、フリートフットワークも発動して W。 いいダメージ。ザッカー来てる。待てよ、これでレベルになるからね。 OK なった。こいつフラッシュないからな。いただきます。いいな、いいぞ。いやー、順調すぎる。いける、今回この動画いけるぞ。脅威ベイン100万再生かな。意外となんかこの足も2キル取ってんのか。あ、刺さりましたね。さあ壁ドンしちゃいます。はい、93発目3キル獲得。スタミジャパン、まずい、これはまずい。マナがねえな。モンスーン最高。あはは、申し訳ねえです。ごめんなさい、インファーナルドレイクを触っていたところで。もう本当に申し訳ないわ。あ、今読んだら遠距離攻撃ってムーブメントスピード下げないんだってさ、恥ずかしい。何今の。俺初めて知った。 LOL6 年間やって初めて知った。ダスクブレード遠距離攻撃スロー与えないんやって。与えたら最強か、誰でも積むわバカ。このままいきますよ。はい、まずい、はい、まずい。すいません、すいません、ちょっとごめんね。ナイスダル。ちょっとダメージ出しづらい、ダメージが出せない。待てよ待てよ待てよ。一回タンブル解除してアルティメット。オッケー。よっ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 、納得のベインでござる。イジェスト誰やお前。一人はやった。アルティメットいいです。ターンして、あ、ダメージ増くない？
入りたい入りたいよ、いけ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 、入れ入れ入れ、うますぎ、うますぎる、でも逆に怖い、逆に怖い、ナイスチーム、あははやったゲットゲーム、すげえな、ザック MVP だろ、完璧に入り、はい、ぶっ壊れベイン研究会パート2、脅威ベインでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。バイバイ。バイバーイ。